霧島酒造プレゼンツ。今回は大ぶりの身に甘みが詰まったアシアカエビ、この食材をおつまみに。そこには様々な驚きが。乾杯、つまみっけ。熊本県熊本市、神の水の店主が松村健二。彼の根底にあるのは温故知新。料理方皮、片皮、片皮、どういった意味なんですか？細川藩のお抱え料理人の村中音右衛門という料理頭が書いた料理の覚書、その内容が自分でも読んでやってみて共感して。200年以上前の郷土の食文化に感銘を受けた和食料理人が作るおつまみは、アシアカエビのみかん釜焼き。調理の工程はご覧の通り。まずはエビを30秒ほどボイルしてすぐに冷水で締める。でこっちを落とします。表は火を通したいんだけど中は火を入れたくない。続いて半生のエビを2センチ幅にカット。玉ねぎもエビと同じ大きさにカットした後、焼酎に水を加えたもので炒めて、塩コショウで下味をつけ、エビと玉ねぎにマヨネーズを加えて混ぜる。ベースになるみかんは食べやすいようにくり抜いておく。最後はみかんの上にエビと玉ねぎを乗せて170度のオーブンで5、6分焼けば、アッシアカエビのみかん釜焼き完成。赤アシエビの外側が程よく締まってるんですけど、中が生感がありますね。アシアカエビの旨味とみかんの爽やかな香りが焼酎と合いますね。アシアカエビのみかん釜焼きはこの焼酎で乾杯。